お、来た。よし、乗った。今回はいつもと逆の腕で投げて巻いていきます。俺、全然うまく投げれない。お、出た。うわー、飲めねー。お、出た。うわー。ダメかー。置いて入れた。くれ。うわー、やめたー。なんでー。お、出た。もうなんか使いづらすぎてフッキングできる気がしないな、これ。力が入らない。せーの、よいしょ。よし、釣れた。左巻きのリールで釣れました。やりづらいけど初心者に戻った気分で楽しいね。サイズは45ないくらいかな。ありがとう、バイバイ。いやー、嬉しいね。初心者になった感じで釣りをもう一回ゼロから楽しめる感じがする。こうやって普段と逆の腕でやると利き腕の自分意外とうまいんだなってちょっと思うな。こうやってドッグウォークすらできないもんな。だいぶ慣れてきたな。自分普段は左利きで書くのとか箸使うのは左なんですよ。で、一部例外があって右を使うことがあるんですよね。野球はなぜか右でやるんですよ。こんな感じで物事によって左右を使い分けるのを脇利きっていうらしいです。今ナマズの捕食音聞こえたな。お、出た。やった。ちっちゃい。ああ。お。せーの。よいしょ。よーし、がっつりかかってる。2匹目、釣れました。サイズは48センチくらい。ありがとう。バイバイ。ブロックならこういうところでも安心して投げれる。お、ナマズいるじゃん。あれそうでしょ。お、反応してる。フロッグじゃない方が良さそうだけど、まあいっか。お、食った。取ってる。お、食ったよ。うわ、ちょっとルアー変えるか。1日フロイジーに変えました。食ってくれ。どうだ。食った。よかった。おー、がっぽしってる。あ、バレた。右腕だと全然フッキングに力入んない。むずいわ。最初の2匹はたまたまかかってくれた。お、来た。ちくえ。うわ、明日絶対右腕筋肉痛だわ。すでになんか痛い気がする。いつもナマズが1匹隠れてるところ、今日は出るかな。よし、うわー、ダメだ。ナマズ発見。これは釣りたい。お、来た。あれ、2匹いるね。あ、3匹いる。めっちゃいるじゃん。あれ、反応しなくなっちゃった。お、出た。うわー、飲むー。もういっちょ。あ、手前に来てるな。気づいた。で、うわー、食った。うわ、食った。せーの、せーの、よいしょ。よし、釣れた。お、いいサイズ。綺麗なハーモニカ食いだ。こりゃバレない。なんか目が怖いね。細いけどサイズは60くらいありそうだね。ありがとう。
バイバイ。草が前よりモリモリに生えててその影見たね。針先がなまったらすぐに研ぐ。これ超過を上げるコツ。今日もナマズいっぱいいるわ。行きます。あれ逃げた。おっきた。せーの、よいしょ。この子も綺麗な食い方。めっちゃプリプリで重いわ。ありがとう。バイバイ。うぅ、うぅ、食った。うわぁ、終わった。せーの、よいしょ。黒くてかっこいいナマズだ。ありがとう。バイバイ。草が前よりボーボーになってるわ。ナマズいるね。2日後です。今日も左巻きでやってきます。お、出た。あ、ナマズいるわ。流れ込みで収まってるね。お、食った。よし、食った。せーの、よいしょ。よし、尻尾の方一回切れたのかな。丸っこくて太い。サイズは45ぐらいかな。ありがとう。バイバイ。力全然入んないけどフッキングちゃんと決まったわ。お、いたー。鯉か。びっくりした。あ、ナマズいた。ルアー変えよう。こいつは釣りたいね。よいしょ。お、来た。やった。狙い通り。フッキング力入んないから割れそう。せーの、よいしょ。よし、釣れた。ありがとう。バイバイ。割れた。やっぱフッキング力入らないな。お、いた。あ、おい、うわ。お、出た。うわ、おかわりないか。ナマズが泳いでるぞ。反応するか。反応した。あった。よし、乗った。回遊ナマズ。せーの、よいしょ。よし。この子も黒くてかっこいいね。傷もなくて綺麗。サイズは60ないくらいかな。ありがとう。バイバイ。今一回打ったところ戻ってるんだけど、今みたいに回遊してるナマズがいることあるから、帰りもちゃんと様子見とくと超カップに繋がります。もう見た。うわ、乗らねえ。お、出た。大王かな。ペットボトルが動いてる。お、来た。うわ、なんだ。おお、さすがにこれじゃかかねえか。お、出た。なんだ。まずいた。鯉に混じっているね。しかもまあまあいいサイズ。お、反応した。食った。やった。乗った。うん、せーの、よいしょ。
60あるね。ありがとう。バイバイ。まともなアクションつけらんなかったけど、食い気がめっちゃあったおかげで釣れたわ。お、いたいた。くれ。うわ、ちゃんと口の中入ってたのに。いや、まず発見。日とかの方が良さそうだけど、まあこのまま行くか。うわ、逃げた。